6月11日、プロ野球ニュース、千賀高大7回、2安打1失点で、6勝目メッツの連敗7で止める。大リーグ、メッツの千賀高台投手が、パイレーツ戦に先発し、7回をヒットわずか2本の1失点に抑える高投で、6勝目を挙げ、チームの連敗を7で止めました。千賀投手は10日、相手の本拠地、ピッツバーグで行われたパイレーツ戦に、中5日で先発し、 立ち上がりから150キロ台の速球を軸にピッチングを組み立てて2回まで得点を許しませんでした。1点を先制してもらった直後の3回、2アウトから突然コントロールが乱れて3者連続フォアボールで満塁のピンチを招き、続くバッターに159キロの速球を捉えられましたが、センターのにも選手がフェンスにぶつかりながら取るファインプレーを見せ無失点で切り抜けました。 千賀投手は4回ワンナウトからフォアボールを出した後、内野のエラーが相次いで1点を失って追いつかれましたが、5回には得意のフォークボールで2者連続三振を奪い、大リーグで自己最長に並ぶ7回まで投げて、1失点に抑えました。球数は96球で奪った三振は6つ。 フォアボールは4つ出しましたが、ヒットは2回までに打たれた2本だけで、防御率は3.34となりました。メッツは7回に2点を勝ち越して、5対1で勝って連敗を7で止め、千賀投手が勝ち投手で、今シーズンの成績は6勝3敗となりました。とにかく勝って楽しい気持ちでロッカーに帰りたいと。 デーゲームで行われた試合で高騰し、チームトップの6勝目を挙げた千賀投手は、全然良くはなかったが、とにかく今日の試合は負けたくない、負けられないという気持ちだった。ずっと負けが続いていて、やっぱりあの雰囲気は僕は嫌いなので、とにかく勝って楽しい気持ちでロッカーに帰りたいと思って、マウンドに上がったと力強く話しました。味方が守備で三つのエラーをした中、一失点に抑えたことについては、 誰でもミスはすると思うし、エラーより自分のフォアボールの方が多い。マウンドのプレートに触れる時には切り替えられていると気にしませんでした。この試合のポイントにはデーゲームの過ごし方を上げ、日本の時は一定のリズムでデーゲームが入ってくるが、こっちでは不規則に入ってくる。前の日も日本はベンチに入らないが、こっちでは入らないといけない。 そういう中でのデーゲームの過ごし方というのが前回いい反省になった。